いつから自分のセクシャルに気づきましたか？何その喋り方、 ASMR だから。早く言いなさいよ。多分16歳。多分って何？彼女がいたのが17歳までぐらいだったんだけど、16歳ぐらいから、はい、本格的に男が好きになっちゃったかも。私はいまだに自分が何なのか分かりません。いつからおねえ言葉を話すようになりましたか？私は新宿2丁目で働き始めてから、ゲーバーで働くっていうことは、のんけのお客様が結構来るお客様のお店だったので、先輩の真似してたら板についた。一緒ですエンタメなんで表に出るときしか喋りません。っていうか、おねえ言葉は普段きっと使いません。達也はいつも使ってます彼氏が自分以外の男友達と泊まりの旅行に行くのをどう思いますか？これは2人っきりの場合ですか？2人っきりですか？あ、でも僕も男友達と全然2人で旅行行くので、合わせてくれてれば、紹介してくれてる人だったら大丈夫。うちらゲイだから、ゲイの友達もいっぱいいると思うの、彼氏も。だからどんな相手かにもよるけど、嫉妬する。するんだ。気持ち悪いねあんたもね。男を口説く時の魔法の言葉ってありますか？そんなのあったらうちらも彼氏いるよね。今頃幸せだよね全然男できないんだけど。どういうこと？逆にこのコメントで教えてほしいよね。っていうか、言葉で落ちることってある？結局仕草とか相手のなんか雰囲気じゃない？てか結局顔じゃないいつも笑顔ない人ってモデルと思うから。それも顔じゃん。目がキラキラしてる人って、それも顔じゃん。結局顔です。負けた。浮気はどこからだと思いますか？こういうトーク大嫌い。どこから？浮気はやましいと思ったら浮気ですよね。だからデートかつなぐとかも、友達と肩組むとかは、友情の肩組みはあるけど、そこにやましさを感じたわけです。私は誰かにバレたりとか、もちろん私にバレたら、とりあえずバレたら浮気で、浮気するんだったら誰にもバレないでほしいし、私にもバレないでほしいし、傷つかせないでほしい。悲しくなっちゃうから。浮気したやつの首の骨はこうやっております。前から約束していた友達か彼氏、どちらを優先しますか？全然友達っていうか、そこは彼氏友達関係なく、どっちが前に約束してたかによる。それな。でも彼氏がデートに誘ってくれたら、ちょっと半分半分にしちゃうかも。途中で友達の言うてキモくない？先に予定がもう一個あって全然先に約束してた方が優先しよう2人が仕事でストレスを感じた時に解消する方法ってありますか？バカみたいにこうやって食べまくるか、浴びるほど酒飲むか、人いじって楽しむ、友達と遊ぶ。だけど根本的なストレスって発散されないです。なんか撮影も楽しいし、仕事も楽しいんだけど、なんか人に言われると、なんか指図されると、なんかストレスそれストレスになることって何ですかって質問じゃないからあと泣ける映画見ます。いっぱい泣く。なんか別に悲しくないんだけど、泣ける映画見て泣くとストレス発散になる。相手がゲイだと見抜く能力ってありますか？僕はなんかぽいなみたいな人は分かって、この間も結構ちょい前に TikTok で見た男の子がゲイでカミングアウトしてて、やっぱりかってなりました。僕は多分第三の目があって、ここに結構な確率で見抜けます。っていうか、あっちも僕をゲイだなって見抜いてきますゲイだとカミングアウトされたことってありますか？ちゃんとはっきりゲイですみたいなないかも。あ、ないですなんだろうあ、でももともと好きだった人に俺バイだからってなんか意味不明にキレられたことがあります。そうなんだなんでキレてるかわけわかんなかった。ちなみに僕はされたことがないと思うんだけど、 SNS に地元の友達がフォローしてきて、フォロー返したら相手も実はゲイでカミングアウトされたっていう感じかな。じゃあカミングアウトされたことあるじゃんってことか自分はゲイですが親から結婚を迫られます。どうすればいいですか？流すっていうか無理だからしゃあなくね、スイスかどっか行くしかないよね。ちなみに僕はもう家族全員でカミングアウトをして、ここ最近父親にお前はまだ結婚しないのかと、お前彼女いるのかと言われましたけれども、後からカミングアウトしたらすんなり受け入れてくれまして、そこから迫られなくなったんですけど、カミングアウトできたら最高ですよね。カミングアウトが全てじゃないけど。どういう女性がタイプですか？どういう質問？私たちはゲイです。正しくはどんな男性がタイプですかってことかな。僕はですね、結構単発系な髪の毛をしてるんですけれども、単発の人たちとかちょっと男らしい人たちがタイプです。あと笑顔がすっごいニカーってなる人、顔がかっこよければ大体いける。あんた単発系もいけるようになったの？お墨を感じすぎなければ。お墨付き意味わかりません。見た目で一番こだわってるポイントはありますか？それは相手にですか自分にですか？自分にでした。自分でこだわってる場所は肌です。なんかイケメンでも肌汚いだけでだいぶマイナスに見えるんで、肌ケアはマジで大事。私はほぼじゃないですよ、ほぼ全身とか言っちゃってありがとうございます私は髪の毛と眉毛です。以上。